はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は、岐阜県、白川村の白川郷合掌造り民家園にやってまいりました。パチ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 みたいな、白川郷のですね、使われなくなった民家をですね、移築している民家園ですね。ちょうどですね、川を渡ったこの、世界遺産のね、その集落から川を渡ったね、反対側にあるねところですね。本当川沿いのね、広大な土地にね、たくさんのね、民家がね並んでますね。まあ、こちら側はね、あの世界遺産ではないんですが、非常にね、きれいに保存されてね、民家を見ることができます。浅野中一家主屋。
旧東品家、職人による合掌屋根吹き替え作業実施中って書いてありますね。吹き替え作業ね、見学することができるみたいですね。早起きの神社ですね。鳩ヶ谷八幡神社って書いてありますね。この建物は神社の、酒蔵として使われていたと。酒蔵だったみたいですね。まあ、神社にはね、あの酒を奉納する習慣がありますからね。白川郷に現存する最も古い民家って書いてありますね。確かになんか古い感じはしますね。山下陽明家主屋、
休みどころですね。くつろぐことがねできますね。売店がねありますね。DVD をね、あの放映中みたいですね。新勝寺本堂というお寺ですね、これね。浄土真宗の本堂って書いてありますね。はい、ということでね、一周してきました。いかがだったでしょうかね。まあ広いね、あの敷地の中にね、たくさんのね民家が保存してありますんで、まあぜひね、世界遺産の方回った後にね、お時間でぜひまたねさらにね民家を見ることができますんで、ぜひね、訪れてみてください。